今日は2017年8月24日8時26分朝日新聞の一面には、まあ、世界の大金持ちが、まあ、税金を払わないで済むように外国なんかで、まあ、税の届けをするタックスヘイブンというんですな、これをどういうふうに利用しているかということを日本の国税省が調査したというんですね。国税局、で、ずるいことやってんじゃねえかというのがパナマ文書という文書で、報道されて、ずらーっと個人の名前や企業の名前が出された。でそういうことを受けて、まあ、国の税務署が調査したところですね、申告漏れ、本来はちゃんと税金を納めなければいけないのに税金を納めなかったという例が現時点で31億円見つかっておりますという話。おう、はよう。まあ、なんと言いますかね、まあ、大金持ちっていうのは、まあ、全員じゃないと思いますけれどもね、まあ、こういうそもそもタックスヘイブンで税金を逃れようとすること自体がずるいと言わざるを得ないやね。ちゃんと日本の国にの税務署に設けた分を届けて税金を納めるのが嫌で、ちょっとでも税金を減らしたくてわざわざ外国のそういうところ、まあいわば法律の抜け道だよね、そういうところを使って税金を納めないようにしようとする。まあ普通の我々庶民が稼いだお金を減らしたくなくてですよ、生活が苦しいから税金を減らそうっていうんじゃないやね。もう我々の所得とは比較にならないような膨大な金を稼いでいるやつが、もっとちょっとでも金をなくしたくない、減らしたくないということでわざわざ外国のそういう制度を利用してですよ、法律の抜け道を利用して税金を少なくしようとする。さらにその上でですよ、そういうルールからも違反するようなやり方で税金を免れている。まあ金持ちっていうのはケチでずるい、全員じゃないですよ、多分ちゃんとやってる人もいるんだけども、そういうのがいっぱいいるっていう話ですな。少なくともこのパナマ文書に載ってるような本来の方法とは違うやり方で税金を納めようとする人たちはそう言っていいんじゃないですかな。ケチでずるい、まあ私はこのケチでずるい人たちっていうのは正義感がないんじゃないかと思いますけどね。正義感が欠落している。まあ昨日は役人の天下り、現役天下りの話をしましたけどもね、こういう人たちも私はケチでずるいんじゃないかと思いますけどね。そういう人たちにはみんな正義感が欠落していて、そういう人たちによってですよ、今は世界が動かされている現状がある、正直者がバカを見る状況がある。今学童かプール、プールか、ということですね。だから我々はそういうところをちゃんと目を開けてみて、こういうずるい人たちから政治が動かされて、しなくてもいい戦争を仕向けられるようなことから自分たちを守っていかなきゃいけないやね。だからまずこういうことが起きてるんだということを一個一個知るということと、それとこの戦争をする法律を
認めてしまわせようとするような動きというものの意味合いというのはね、そういうことが戦争が起きた方がこういう人たちというのは金儲けがよりできるわけですよ。北朝鮮がミサイル撃つぞ撃つぞというと、日本の防衛能力を高めなければいけない、イージス艦と同じ能力を持った防衛設備を地上にも作らなきゃいけない。その結果いろんな企業が大儲けできるわけです。このタクシー英文に登録している人たちだって大儲けできる人たちが少なからず含まれている。そういう人たちはヤバくなった方が嬉しいんだよね。そういう事実というものをちゃんと踏まえて、結局こういう法律は誰のための法律かというのを見抜いていかなきゃいけないよね。こういう国の財産を使って軍備を増強して誰が得するか、まあ、昨日の国際ニュースで言ってたけれども、北朝鮮が言うにはですよ、まあ、北朝鮮が言うことは信用するなというふうにみんな言うと思うけども、ある意味正しいことも言ってたね。日本はこの自分の国のミサイルの問題や何だらかんだろうを理由にしてミリタリゼーションを進めるな、そういうふうに警告してるんですよね。要するに軍、北朝鮮が危ねえからっつんで日本の軍備をでっかくして軍事大国になるなよっていうふうに警告してる。まあ当たってると思いますわね。まあそういう話です。まあまとめると、こういうパナマ文書に出てくるような大金持ちたちというのは、戦争が起きそうになった方が嬉しい人たちであるよ。こういう人たちのずるいこと、その本質を見抜かなきゃダメですよって話です。ということで今日これぐらいしておきます。